山本由伸の野球キャリア、歴代最長すぎる。沢村賞複数回受賞。ノーヒットノーラン達成。日本シリーズ優勝。日本人史上最高金額でメジャーリーグ移籍。ワールドシリーズ勝利投手。ワールドシリーズ制覇。あとはサイヤング賞やな。投手としては大谷超えてるし十分狙えるわ。サイヤング取ったら最強やな。メジャーデビュー戦で、3アウトも取れずにボッコボコにされた時はもうあかんと思ったよ。完全試合とサイヤング取ったらもうクリアやん。なんかコントロール悪くなったよな。日本時代より劣化してね。縫い目が高くて不規則な変化しやすいからコントロールが難しいんや。このところ28の松坂にわずかに負けてる。指標じゃ勝ってるけど、ここで松坂はぶっ壊れたから吉野部は後は超えていくだけや。リーグファンって山本吉野部のこと過小評価してるよな。日本でスターになるには高校時代から脚光浴びてないとあかんのよな。甲子園が強すぎるんよな。史上最強ピッチャーでいいやろ。まだまだ若いし期待してるで。1年ドジャースでやってたのにポストシーズンで注目されてようやく大谷のチームに日本人投手いたのねー。なんていう同僚のおばさんもおる。知名度稼ぐのは大変や。まあ怪我して3ヶ月いなかったし。コントロールも徐々に良くなってきたし来年いけるやろ。メジャーで伸びしろあるかどうかやね。稼働できれば戦力として申し分ないやろけど。日本史上最強投手が大谷のおまけみたいな扱いなのすごいわ。これだけやっても知名度ゼロに近いのが悲しい。甲子園ってほんまに大事やな。山本由伸知らなくてハンカチ王子知ってるおばさんとか大量にいそう。ファンサもめちゃくちゃいいのにマジで知名度なさすぎて報われんよな。